面白え面白え何これはいということで本日はコーナーキレ売り割り店から、海好きのおっちゃん二人やっていきます。面白い食ったことあるこんばんは君だけの田島です。君だけのね君だけのねはい仕込みやめろって言ってますけど、はい、今日はこんな感じでやっていきます。はい今日はねキレ売り割り店なんでまあお年内ね今日12月もう最後になると思いますんでねキレもいやそうとは限らない。ワンチャンあんの？そうとは限らないって言ってきます。ちょっとね、実はヤオのね、パンダさん来るっていう話やったんですけど、はい、ちょっと残念ながらパンダさんの子パンダさんがちょっと熱出ちゃってね。パンダさんの子パンダさん。そうそうそう。ちょっと熱出ちゃいまして、ちょっとまさかの急遽ドタキャンということで。パンダさんは違うところに遊びに行く言うてました。そう。またいつかコラボレーションみたいなと思います。そうですね。今日ちょっとパンダさんファンの方もしかしたら見に来る予定やったかもしれないですけど、先にちょっとお詫びだけさせていただきます。君だけの田島です。はい、君だけの田島ね。はい。今日はちょっと関東は寝台みたいなんですけど、まあちょっとキレ売り割りでね、寝台入れ替えがちょっと来週ということで。はい。はい。まあ、ちょっと今日は撮ってる大事にね。え、じゃあ普通に断末とかあったんちゃうんですか。何言うてるんやもう断末でもやっとうからね関係ないっすね僕好きっすもんあそうだ、はい、君だけのってやつは信用できな い, いやあるあるやな確かにあるあるしかもこの時期は特にこの時期はクリスマス前は特にね君だけのですからね、はいまあ、こんな感じで今日は、ハレさんとねペヤングとやっていきますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、あおっちゃんおっちゃんが漏電対策で、ね、してくれてますけど紹介してくれるんですね、それは今うろうろしはった、おっちゃん、はい、探してるチラッと見られた探してはるもしかしてなんか向こうの方行きはりましたけどねちょっと出動しなあかんかもしれないそうですね、僕が行くんですけど、はい、僕が行くんですけど、その間打っちゃダメですよオッケー、止めるわ打ったらあかんの、はい、当たりましょうオッケー、保留貯めてから行きいいじゃん当たりましょう行け行け行け、もう行けよし、繋ぐわ繋ぐってどういうことそうしました、始まりました、はい、打ってるっすよねあ一応どっちも売ってるってことですね。そうですね。これ平等にやらないとやっぱり。あ優しい。あさすが店長ですね。店長としてね。はい。君だけの田島としてはこういうのも当然かと。ほんま信用できないって言われる。気配り心配りの田島。はい。なんと田島さん、来先月なんと30歳いったということで。ありがとうございます。おめでとうございます。仲間入りしました。大台一応大台かな。やっとですね。待ちに待ってました。はい。待ちに待ってた。はい。アメリカに飛び立ちます。なんでやねん。ちょっとよくわかんないですけど、はい、田島さんもついに30歳ということなんで、ね、そうなんですよ、はい、僕今実はハマってることあるんですよあ、じゃあちょっとだけ教えてもらっていいですかちょっとだけっすよちょっとだけでいいよプリズンブレイクプリズンブレイクにハマってる遅ないいやみんなに言われますけど遅ないあれめちゃめちゃ面白いですねああそう今ハマってんのシーズン4まで見ましたね今あそうあれめちゃくちゃ面白いですあれ続編やってるんやったっけ今ですかいやなんか何年か前に続編あるみたいな噂は聞きましたけど今頃かいって言われそうやけど、ね、めちゃめちゃ面白いです ね、ティーバッグにハマってますティーバッグ私ちょっとあーあれ登場人物の人、はい、コーデグちゃんっていうやつです分かる人には分かると思いますあーそうちょっと私あれな海外のドラマあんま見えへんからちょっとまだ情報が本当ですか、うん、いやもうね見始めたら止まらないですまあまあそれは聞きますけどね僕もそれまで見なかったですけどウォーキングデッドから始まって今プリズンブレイクみたいなそうやね私もなんか昔なんかおめっちゃ昔やけど台湾ドラマよう見てたけどな台湾夜中にやってたんすよよう台湾ドラマチャングムの誓いとかですかそれは韓流やな、まあ、チャングムの誓いじゃない、まあ、売ってたけどね売ってたよもちろんこんばんはあなたの時間終わりましたよあなたの時間終わったどういうことでしょうかちょっとだけ終わりましたよで OK もういいよお客様掛け持ち遊戯はご遠慮願いますああ確かにそれ言われるかなと思ってたんですけどねちょっと今回だけそう残念ながらちょっと営業終了後なんでね申し訳ないですけど、はい、今日は一応負けたらね、まあ今日ちょっとニキさん来るっていう話やったんでニキ店長が来るまでの間に当てれたらニキさんに激辛焼きそば食べてもらって、はい、もし来て当ててなかったらこの2人に今日は激辛焼きそば食べてもらおうっていう最初企画やったんやけどそうです、ね、ちょっとだからキレ売り割り店に到着した瞬間ニキさん来れんくなったって聞いたからほんまに到着した瞬間ぐらいで来ましたからね来れんくなったちょっともう急遽変更でもう今日はじゃあ負けた方が、激辛焼きそばそうですね負けた方とハレ主任が激辛ペヤングハレさん絶対食べなあかんやつやん今年もあれやるんですか年越し
そうね、一応ね、一番最後が豊中みなみなんですけど、豊中みなみというと奥村天皇、そうそうそう、あの筋肉弁蔵ねと、まあムーロン中室さん、 あ、まあ、あと最後なんで、あの親分高橋マネージャーも来られるそうなんですけどね、いや、全然食えなさそうですね、そう、全然食べれなそうしかもね、筋肉奥村はあの今マッスルやから、はい、食べへんのよね、ご飯あかんじゃないですか、そう、だからちょっとどん兵衛どうしようかな思ってね、どん兵衛やらないとね、その前の日が姫路駅前やからな、姫路駅前誰でしたっけ、おかっち、あー、岡本店長ただいま戻りました、帰ってきた、お帰り、はい、ありがとうございます、モード変えてって言われて、モード何がいいですか、海、いや、どうなんやろうね、ブラックの方を変えんのかな、どうなんやろ、海モードが嫌ってこと、そうでしょうね、さすがに一番おもろい、通は海モード好きなんやけどね、一番おもろい、いや、前々分かってないわ、行き切ったらマリンモード、いやいやいや行き切ったらマリンモード、マリンモードは下心以外に何者でもないじゃないですか、バレてるんですよ、行き切ったらマリンモードになってしまうみたいな、行き切るって私でも海打つときマリンモードとかにしたらいつもハマんねんけどな、いや、マリンモード知ってます、わからん、教えてじゃん、おきゅうび4の緑であればマリンモードはマリンチャンスが来るんですよ、ラウンド中に確かに、それ以外は来ない、確かに、ゆえにマリンモードなるほど、あ、そう、一理ある、一理ある、一理ある、あ、わかった、あ、そう、だがこの桜ライトに関してはマリンチャンスは発生しない、ゆえにマリンモードもう意味が分かる、結局やん、トレジャーもちげえよで、ね、クリスタルにするってやつ、クリスタル、クリスタル、え、アトロン、いや、俺ほんまはラグーンがいいねんけどな、アトランティスやかな、ティアじゃなくて、アトランティア、アトランティアは違うからねラグーンしかしないからほんまに、まあ、あれよね、あの大海シリーズは、まあ、アトランティス、トレジャー、ね、ラグーンが一応基本やけど、この、4からやったっけね、なんと、そうそう、クリスタル入ったもんね、クリスタルが、クリスタルモードで、弾8個飲ませて保留変えるのが一番楽しいよって言ってた、それあれっすわ、4の甘かミドルですわ、あー、なるほど、ブラック保留4個なんでナイス、あー、そうか、はい、ペヤングお前わけわからへんあー、どん兵衛にプロテイン入れたらええって、やばいでしょ、もう絶対食えんやつやな、ルビー、僕ダイエットしてるんで今、え、何を言うてるの、ダイエットしてるんで、はい、あ、そう、はい、僕リバウンドしてないでしょ、うん、してない、すごいね、ね、あのちゃんとやってる監督、委員長ね、村委員長ぼちぼちリバウンドしつつある言ってたよあかんやん、もうそうそう、やっぱ、ね、近くに誘惑が多いからダメなんやね、あの24時間やってる王将もあるし、あれめちゃめちゃ美味しいですからね、あそこ、そうそう、あそこ売り上げナンバーワンなんでしょ、はい、あそこすごい、これ当たらんかったら罰ゲームな、やばすぎ、簡単、トレジャーが好きってね、クリスタルでネッシー出るのが最近の流行りって言われてる、確かにネッシーいいですね、ネッシー予告熱いもんね、ネッシー熱い、確かに、まあ、プリズンブレイクのコメント来てないですか、全然来てないプリズンブレイクはまだ、え、ダンマチのコメントは全然一切来てない、あれあれおかしいな、ダンマチトークしたいな、ダンマチトーク、今あのミキさんから LINE 来まして、はい、困りが熱を出してニコ生行けなくて申し訳ありませんって来たそれ名前出していいですかコパンダじゃないですか、あ、困りちゃうんだよ、もう言うてるからね、あ、なるほど、もうあの写真も出してるからねもう生まれた時なんならあの密着でビデオ撮ってきてもらったからね、絵文字も顔文字もスタンプもなしで最低と送ってください最低すいません、ベヒボスってね、ブラックかよ、ね、ファイヤングの持ち時間すでに終わってしまった、僕の持ち時間が終わった終わった言うて、ね、僕の持ち時間は無限大、無限大、わけわからん、決まったぞ今日も、いや2018年ね、もしかしたらペヤング見納めになるかもしれない、いやーそうとも限らないですけど、ね、そうとも限らんの、ヤオー入れよ、ヤオー、ヤオー次ね、あの今日来てくれるんやったら行こうと思ったんですよ、ちょっと待って、それどういうことで、しゃあないやこまりちゃんに裏切られたからね、いやいや、そらこまりちゃんやろ、そら子供やで、いやいや、こまりちゃんか僕かみたいなとこでしょそれ、いやいやいや、なんでそこ天秤かけんの、おかしいやろ、選ぶ余地、肉親やんけ、いや僕も肉親みたいなとこありますけどね、あ、まあそうやな、もうニコイチやからね、はい、君たちは、ね、くるくる詐欺ってねどっちもくるくる詐欺やから、ほんまにほんまにね、ちゃんとしてほしい、ペヤングの持ち時間を話しする僕の持ち時間少なないペヤングうるさいって言われたあれ、ありがとうございます申し訳ございません、はい、あれ、プリズンブレイク回すか、全然その話来てないよ、おかしいな、ないっすね、ダンマチもないみたいなんで、そうね、僕、プリズンブレイクのセオドア・バックウェルについて詳しく話したかったんですけど、海外ドラマ詳しいな、あの人ちゃうの、細バーちゃうか、確か、え、細バーって、神津島のですか、あ、そうそうそう、クソババー、
よう言わないですからね。最近あのリスナーの中ではクソババア言うてってるけどね。ほんまによう言わない。確か海外ドラマめっちゃ詳しかったはずですよ。ほんますか。うん、なんか聞いてみたらおすすめとか。そうですね、はあ、かなり見てたと思う。うるさいよ、ね、下げて、はあ、下げて。こまりちゃん超えられない壁、ペヤング店長3分だぞ、3分だけやるぞって言われてる。あります。3分あれば十分。あ、そう。ダンマチは打って微妙やったけど、歯磨きダンスは面白かった。あれおもろいですね。ダンマチってあの判決的には結構新しめなんやったっけ。知ってます。広げろよ。せっかく打ってもらってねえから。あ、楽しんでた。ほんまにあかんで。完全に楽しんでた。ブラック楽しんでた。ごめんごめん。なんてなんてなんて。ほんま芸能人としてあかんで。芸能人やった。ただの会社行っちゃうかいな。勉強します。いや、ダンマチって判決的にって新しい2年前とかそんなんやったと思う。ほんまにそんな新しいんや、はい、なんかね、結構大になるのって大体なんか3年から5年前ぐらいの判決多いけどね。何年か分かります。僕は1988年生まれです。ダンマチの話しない。後でプリズンブレイクの話あるんで、ちょっと待ってください。何年か分かります。すぐアニメから。おう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 。分かんないでしょ。はいはい。面白いからですよ。普通やった。ほんまにな。そういうのあかんで。普通やった。もうほんまにあかん。ペヤングキモ多いって言われてるから。え、僕しかも。それで僕。じゃあもうちょっと最初のコメントもバーって読んでいこうな。あ、やばかったから、こんばんは。ジュードロフコちゃん消毒したです。海海って言われてますね。やっぱ海でしょ。沖縄フォー桜の専門桜はようって言われて。いや本当にそれっすね。すぐ入れます。お願いしますよ。ペヤング告知するなよ、絶対するなよって言われて。告知。はい、私11月で30歳です。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。あのお祝いコメントはね、今日受け付けます。助かってます。ペヤング昨日上沼恵美子さんに自虐はあかんって言われたやろって、ね、上沼恵美子さんに似てるっていうのを前あの本社の方から言われたんで、ね、え、そうなん。それ面白い、はい、あの前田課長っていうの知らない。あ、いるいるいるね。あのゴリゴリの、はい、いるいる。え、M1 出てたもんね、けどね、はい、審査員で自分上沼恵美子に似てるなー言って。似てるかな。言われましたね。太ってた時。太ってた時、太ってた時。あ、似てるかな、まあ、太ってた時とかないけどね。1年前太ってなかったっけ。デブやったっすよ、あれ。うん、刀のデブやったと思う。絶対言われたくないっすよ。デブやったっすよ、あれ。よう言うた。ぽっちゃりちゃうっすよ、あれ。デブっすよ。ごめん、ペヤングめっちゃ滑ってんで。滑ってる。僕今日ペヤング店長はきっと魚群外すはずってやっちゃうから。いや、僕魚群だけは外さない男って言ったよ。あ、そう。言うたな。すぐ外す。こんばんはってね。名古屋からこんばんはってね。前々 CR シンフォニアのユーパチの放送予定ありますか。また3台で30連チャレンジしてほしいですということで。まあそうやね、店によりますけど、まあ、3台入ってたらいいですね。なんかね、中小規模の店舗さんやったらちょっとバラエティ1台とか多いから。そうです、ね、販売台数自体もあんまり多くなかったんで。そうですね。まあ全国的には昨日からかな、まあ、3日から開店のお店多かったと思うんですけど、結構ね、 SNS はちょっと辛いような感じのコメント多かったけどね。まあしゃあないよね、ユーバチやもん。まあまあ私の感想としては、まあまだ売ってないけど、スペック見たらね、ライトミドルの方がやっぱいいかなと思います、ね、そうですね、まあ、僕の感覚ではやっぱ百花繚乱薄べきかなと思うんですけどね。ただの趣味やん。結婚するべきご利用しやん。ほんまや。トロサーモンが上沼恵美子様に喧嘩打ったけんってね。もうほんまに問題ですよ、そんなもん。なんかあの M1 の後にいつもなんかあれなんですか、その打ち上げみたいな感じで、あの本音トークみたいなやってるのかな、みんな。そうですね。なんかネットかなんかで、なんかあのトロサーモンの久保田さんとね、スーパーマラドーナの人がなんかえらい煽ってたってね。ちょっとやったらダメなこと一つですね、それ。ほんまやね。ペヤング早当てて、ね、僕すぐ当てますよ。でね、味噌チッカーって言われてますね。当たりを引けないものに放送中の人権はありません。人権がない。人権。でも僕は店長会とかでも人権ないですけどね。だいぶこらこらこら。危ない危ない。まあでも今のエリアの中でもあれか、一番下になるのか。エリアの中やと、もしかしたら一番下かもしれないですね。そうやね、だって、まあ、ニキさん2つ3つ上でしょ。はい、丹羽店長様は大先輩でしょ。ほんで、ね、宮崎さんも上やし、上です、ね、井上店長様も上やし。ほんまやね。あと誰や、あ、宮戸店長様も上やし、藤田店長も上やもんね。あ、武藤店長と同い年ちゃうかな。そうや、武藤さんね、はい、白石さんだと同期やもんね。はい、ゆえに僕の勝ち。意味が分かる。アマフォギアマイフォ満席で今日は座れませんでした。万発出てました。すごいね。あれ振り分け結構大変そうやけどね。あ、来た、なんか来た。
若ぶっちゃってってね。若ぶっちゃって30歳若ぶっちゃって若ぶっちゃってって新しい、あの、日本語聞いた。ちょっと興味持ちましたね。ペヤング戸籍がそもそもないやろ。戸籍がない、人権じゃないもん、ね、ギターウリンちゃんめっちゃ喧嘩腰やったよ、久保田ってね。あれはただのやから、なんかお酒飲んでたみたいね。はい、武藤さんってね。武藤さん、武藤さん、武藤店長ですね。武藤さん、あ、これはあれじゃない、ペヤングさんの大好きなワリンちゃんちゃうの。ウリンちゃんです。ウリンちゃん、ごめん、ウリンちゃんです。やば、裏切りやん。ごめん、興味なかった。じゃあ、ヨット提供で。あ、来たこれ、来たこれ。え、来た来た、それも熱い。あ、ファイヤーファイヤー、ブルブルチャンス、ブルブルチャンス。え、逆んないけど大丈夫。いや、関係ないんですよ。僕ぐらいになるとこれでも当てちゃうみたいな。ほんまにやったらあかんねん。いや、でもやっぱね、ちょっと巻き戻そうか、今の。ほんまにやったらあかんのことの一つやで、ね。プレイバックしようか。ウィンちゃんかわよ。やったなぁ。ペヤング、そもそも人じゃなかったっけ。あれこれはやった。あれ外れたのに、僕のコメント読むまで。今日もペ、え、今日もペ様のコスプレして出てくれるって思ってたってね。え、僕前ペ様のコスプレしてた。ペ40、前々回じゃん。ペヤングさん。あー、やってましたね。ね、まあ冬やから冬備えろかっていうね、あの放送も最近ありますけどね。それはないね。まあでも冬備えはめちゃめちゃおもろいですけどね。うん、やっぱり見る人多いですね。好きな人多いわ。緊急入院したいもん。こらこら。まあ不謹慎やけどな、ファーって言われた。ちょっとファイヤー外れてしまったね、残念。それだけをやったらあかんやつ。え、期待度 2% ぐらいですからね、あれ。期待度 2% だ。もっと高いから、あれ出た時点で。キコーナで被弾のアリアの初代ライトミドル置いてある店舗ありますか。ぜひとも各店舗に設置してほしいです。ライトミドルタイプね、もう認定機になっちゃうんで199、たまに見かけるけど ね、まあ、あれまでね、ユーパチはまだね多いと思いますけど、199確かにめちゃくちゃ僕も好きですけどね。少ないね。 P ワールド検索してみようか、じゃあ後でちょっと、ね。うん、でこことこことこことか 言っていかなかね。あれは面白い、マジで。はい、ペヤングの持ち時間。それ、お、これ熱いの。いや、全然いかんかった。やめといても。2パース。いっぱい。ペヤングの持ち時間は予選の時間と同じと昔から決めております。3分じゃないですか、結局。ほんまやね。ペヤングいいあるあるってね。ペヤング、新しいポーズやってもらえますか。新しいポーズ、これあれじゃん、あのかっこいいポーズ。そうそう、かっこいいポーズね。前々、あれあるじゃないですか、作っていただいた。あ、あのアルバイトのやつ。アルバイト募集のやつを作っていただいたんですけど、はいはい、本社に、はいはい、使っていいですかって許可投げようとして、はい、最終手が震えてやめました。なんでやねん。いや、怖かった、ちょっと。あ、でもあれ人事部に見せたら面白い言うて使ってますけどね。え、ほんまに。うん、あの、あれあれ、あの放送中だけね、あのアルバイト CM で使ってますけどね。僕はツイッターの一番上に載せようか思ってましたからね。うん、いや、まあなんかもう人事部は面白いって言ってた。いや、普通やとね、もうなんか普通の募集のやつやってもおもんないなと思ったんでね。ただ、自分でめちゃめちゃ恥ずかしかった。でもあれね、ニコ生でやったやつやからね、あれ用に撮ったわけじゃないからね。ちょっと、マイマイ編集のメバー編放送したね、こまりちゃんってことで、本当に生まれたてのね、時確かこまりちゃんやらせていただきましたけどね。あれは前はいつからすか。どれ、あの綺麗売り上げ店 CM は。CM だっていつロケすんねんよ。ちょっと段取り組んで。いや、あの今日日記日記店長とちょうどその話してて、ニコ生初、うん、ニコ生ロケっていうのをやろうか。ニコ生ロケやってええねんけどね、これニコ生で、ね、あれできんのかな。ツイキャスとかね、やったらそのまま放送できんねんけど。そうですね。そうそうそう、まあそれはマイマイの力でやってもらうとして。どういうことやね。で、各地で僕らが CM 撮影をすると。 CM 撮影完璧。いや、だから店内で私放送しとくから、あの、はい、ツイキャスつないで君たちロケ行ってきいや。いや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 、きつっ。うん、あの待っとくから。飛び込むシーンとか、ツイキャスでとりあえず。そうそう。で、ハレさんはあの、そうそう、ビデオカメラ渡しとくから、ハレが飛び込む、録画撮っといてもらって。俺が崖の上に立った映像を撮って、ハレに代わってハレが飛び込む。最低やな。ツイキャスいいやん。ダメージなしやん。当たりまだ、魚群まだ、早当てってね。あとはペヤングが魚群外せば今日は OK。 今日は OK。 ちょっとね、マリンちゃんにお別れを告げて今沖縄モードに変えました。お前裏切りっすね。お前知らん間に、うん、ペヤング真面目なこと言うたら釣るからな。釣る。真面目なこと。ね、真面目なこと言ったことない。外でアイスバケツチャレンジやってこいって言われたね。いやね、そういうのもやってみたいですけどね。まあね、ちょっと体張る、まあ、30歳迎えてアイスバケツチャレンジみたいな。なんで僕。なんでもやらすね。なんでも僕じゃないですか、ね、って言って店長やるんでしょ。
いや俺美味しいとこ持っていきたいだけやから。最後成功、最後一番目立ったら勝ちやと思ってる。そうやね、はい、美味しいもん持っていくわね。そう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 、明日ついに刑事じゃなくて冬空に座ろうかなって思ってるけど、海に座っちゃおうかな。いや海ですよ絶対に。あそう、海大好きやね。海です。え、最近売ってる台はやっぱ どうなんですか、ペヤングさんは。うちに行ったら窓かマギか。もうやっぱりそこだよ、ね、安定やな。初代か通か、うん、安定やな。パチンコの窓巻きにも最近また手出し始めて。あ、本当。いや、やっぱり面白いですね。ちょっと最近台数減ってきてますけどね。そうですね、ただやっぱりあの台面白いです。面白い、ホムラちゃん出てくるんで。まあまあ面白い、そこだけやね。でも滑るんでしょう、ね、ペヤング揚げ玉ボンバー早う。揚げ玉ボンバー、揚げ玉ボンバー、揚げ玉ボンバー、あの UFO、 元 UFO の焼きそばって知らん。あ、そっち。まあペヤングさん日清食品と何も関係ないけど。いやいやいや、結構繋がってますけどね。繋がっとった。日清食品の面接受けに行きましたから。行った、はい、西中島南方ちゃうのあれ。はい、西中島南方です。ペヤング青のりブラッシュ。じゃあ中南、西中島南方。なんで一緒噛んでるし。ペヤングさん、カツくん2度目の離婚したらしいよ。え、本当ですか。うん、うん、え、今西山城おるんやけどね。あ、そうなんだよ、カツ会いましたけど。そう、この間の放送久しぶりにあの副主義のね、爆弾カツくん出ていただいて、はい、まあ、リスナーちょっとあの冗談でね、はい、カツくんはあの離婚したみたいな冗談で言ったら、はいはい、マジやって、はい、え、あいつ。あいつ本当に一回ね、ちょうどね、あのペヤングさんが重曹時代に、最初出てね、はい、あのちょうど離婚したてやったんやね、あれ。そうです、そうです、確か。でちょっとまあ、複雑な離婚の仕方されはったから。とてつもない離婚しましたね。そうそう、爆弾ね、掘り込んできたなみたいな話してて、はい、で、梅北で再婚した言うたのかな。梅北に行く前に、そうそう、そうそう、再婚したいう話聞いて、で、西淡路行って1年経ったうちに離婚したってね。あいつもやりたい放題ですからね。罰に、罰に。ちょっと、あの若さにして。今度3回目の結婚あるわってね、言われてます。次の放送の時はまた結婚してるわって、まあ。顔はね、結構綺麗な顔してて。そう、男前やからね。まあ、ただちょっと、武藤店長に言われたけど、我慢が足らんって言われた。いや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 、もう。正確に難ありと言ってきます。仕事は真面目やけど、だけどね、はい、ちょっとね、説得力がない。ほんまにゴールデンレトリバーの方が賢いですよ、勝つやったら。ね、まあ、そんだけモテんねやろうな、分からんけど。そうですね。今日は昨日に続いてペアプルギスの夜。ペアプルギスの夜使おう、それ。ね、わけわからんやん。ツイッターアカウント名、ペアプルギスの夜。噛みすぎ。噛みすぎやん。あ、神まみた出た出た。ペヤングは諦めようってね。諦める。でも今の西淡路の店長は厳しそうやから更生してほしいねって言われてるね。僕も厳しいつもりやねん。何だやろ、もうやっぱニコ生のイメージがついてんのかな。そうですね、僕優しいですからね、うん、基本いつも。ペヤング帰っていいって言われてる。帰っていい。ペヤング結婚を語る。ペヤングは一度目も諦めない。あ、そうそう、結婚どうって言われてるけどね。あ、僕ですか、はい、そうですね、大好きですけどね。彼女ね、仲いいもんね。大好きです。ただあれか、彼女がまだそこまでって感じなのかな。どうなんですかね、今ちょうど仕事し始めて、うん、正社員になったんですよ。ほんまに。で4ヶ月目になるんで。あ、本当。まだ仕事が忙しそうではあるんですけど。仕事楽しそう彼女。全然。なんでや。全然楽しくはないと思います。あ、そう、まあ、頑張ってはんねんな。 OL してますね。ほんと神々やがなって。ペヤング諦めなって。諦める。ペ様の彼女おめでとうって、ね、ペヤング嬉しそうな声を出したらか、他にも離婚した人が最近の放送で出てたのに。誰ですか。あれ誰やったかな、誰か出てた。もうね、私毎日あれやからちょっと覚えてないねんな。マイマイもう今日顔色悪いですからね。顔色はちゃうと思う。いや、ちょっと雨降ってたからと思うで。雨降ってたから僕の髪の毛が縮れてる。今日ね、でも今日ちょっと増しちゃう。いや、そうなんですよ、結構あれなんでね、痩せたんで。そこ、はい、全てがマシになった。ペヤングは性格味なあり。ペヤングに幸せは似合わない。就職祝いは何かあげた。もろかす言われてますね。ペヤングが幸せになってはいけない。僕が幸せじゃなかったら誰が幸せなんですか、逆に。ペヤングはずっと不幸でいてこそペヤング。どういうこと、どういうこと。あれ、これ仕事忙しくて破局するやつやなって言われてますね。もうでも付き合い長いもんね。そうですね、もう何年ぐらい。4年ほどになりますね。4年なんや。テンパヤング。え、テンパヤング。テンパヤング初めて言われたけど。アイロン当ててないのってやってますね。あ、これ熱いわ。カモン言うたもん。カモン言うたの。魚群ちゃうやん。あ、メイホナ、これ熱い、これ熱い、これ熱い。 5% 魚群来い、魚群。さあ行こう。 5% よ
流して、え、クラゲやで、あれクラゲ、いや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 、任せてくださいよ。いや、炎出たら通過するのを確定するだけですからね。当たるの、またマリン、やられたー、やられたー、ウェイやられたー、くっさー、ウェイハレさん、やられたで、なんということでしょう。いやいやいや、そういうところだよね、そこ、なんということでしょう。なんでビフォーアフターやね。今の 5% やったやん。しょうもない、あー、まあ、いいよいいよ、あ、フルラウンドではないけど、4カウントですね、はい、まあ、専門桜は約束通り聞いていただけます、って言われた、フェヤングを幸せになってはいけない、わお、しょうもな、しょうもない、必死に当てて、メガ炎大事、ふーんって言われた。温度差がひどい。つらい、フェヤングが幸せになってはいけない、はい、でも偶数やん、いや関係ないですよね、 ST なんで、やっぱりチーって言われた。これ4ラウンド、4ラウンドだけやったっけ、あとはまあ ST の回数は一緒でしたっけ、一緒です、全て一緒になります、ペヤングおもんな、あれまあサムできた、うわ、当たったのに素直に喜べないのはなぜでしょう。やっぱこういうね、やっぱちゃんと見せ場を作るってこそ芸能人みたいなのがありますよね。ただ芸能人やった。ね、笑いを忘れたペヤングなんかどうでもよ。それを言われるときついんですよ ね、 ちょっとぐさっとくるよね。ただハレがもう先に外してたんで、あ、そうやな、ちょっとね、二人ともドハマリのポ、そうそうそう、ね、空気読んで当てとこうかなみたいな、逆にペヤング空気読めやって言われた。あれ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 、逆にペヤングサメだったら外れと同じよって言われた。え、意味ないんですか。さあこれでスーパーチャンス、さあ千本桜聞いてもらいましょうかね。これで、ST100 回やったっけ、ST50 か、はい、で時短付きやったね、はい、はい、ST33 回ですけどね、30か、こっちが50ですね。そうですね。ね、ペヤングいつ不幸になる？はよ。逆やな。でもこの台割となんか連チャンしてるイメージはあるんですけどね。放送でも結構桜、面白いですよね、桜ライト。はよ、連チャンしてたね。そういえば。なんかあの全回転みたいな結構来るもんね。そうですね。夜桜全回転。確かね。ペヤングまたマリンモードに戻すんかみたいなとこだけどね。そうなんですよ。マリンモードでやっぱ当たったんで。I love マリン、We love マリン、We love We とは、We とは、ペヤング結婚を話し、あ、し始めたらコメントすげえ荒れた、荒れた、ざわざわって、いや、いきなり定年起こってほしいと言われた、来いマリンちゃん、いい曲やな、来いマリンちゃん、ペヤング勝敗じゃないぞ、最後はアンケだぞ、アンケ、嘘や、嘘や、そらそうっすよ、そらそうっすよ。もう歌わんとってって言われた。来た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 、来ないっすよそれ、まあ、与えたいんじゃん、最後のところで来ないっすかそれ、最後のところで来ない、ウリちゃん 5パース、5パース、当ててから喋って5パース。さあ当たるか、ウリンちゃうんか、ペヤングごとアンケですよそりゃ。停電停電、あ、うーわ、そういうこと、やりよった、こいつやりよった、ございます、やりよる、こいつやりよった、ありがとうございます、しかも7やし、こいつやりよった、ありがとうございます、しって言われた、えって言われた、えって、悪いちゃんが見れましたね、ここで、これでどうなん、あ、確定なんやね、あ、そうか、しかも7やしね、当ててから喋って、ごめん、ちょっと待って、ラブクリハよ、ああ、16個じゃんこれ、ありがとうございます、ちょっと喋らんとき、必死に必死に入ってこいとするのやめてほしい、できれば、そう、はい、じゃあセクシー、ありがとうございます、ペットボタン、あ、来た、クラゲ来たわ、ちょっとうるさいわ、クラゲかよ、クラゲやったわ、軍魚軍経営じゃん、アニメ付きの映像付きで千本桜をちょっと皆様にお届けします、歌わんとってって言われた。当てたから罰ゲーム、おい誰かペヤング殴ってくれ、やっぱり海を愛する者は海に愛されるみたいなとこあります、なるほど、いやちょっとじゃあハレさんそれ侵害やんか。ハレさんはそれもう何や、断末とか言ってたじゃないですか、あ、そうか、確かに、うん、そうやな、最初断末とか言ったもんな、そういうとこですね、僕は百花繚乱ですけどね。お前浮気しとるやないか、百花繚乱の徳川千が好き。あ、千ちゃんね、千姫ね、めちゃめちゃ可愛い、ペヤング明らかにサムネ狙ってる。リスナーは全員ペヤング殴りたいと思ってるはず。あれカメラ越しなので、セーフ。ペヤング、いつニキさんにマック買っていくんやって言ってるけど、ニキ店長ね、ちょっと、ねえねえって何。ちょっと見にくい、見にくい。めっちゃ踊ってる、見にくいわ。もうカメラいらんやろ、こっち。いい歌、
まあ、あのこの台前やし、アイマリンとかもね、いろいろコラボ最近してますしね。あとスロットないんだっけ、スーパーソニコやったっけ。スーパーソニコ。なんか最近ね、海はあの新しい方でコラボレーション。いや、結局アグネスラムに落ち着きますけどね、海は。近いね。最終アグネスラムであればありますんで。グラコロ、早持ってこいで。グラコロ。いや、グラコロって12月4日からでしたっけ。もう始まるんやったっけ、始まったから。今日かな。生きてグラコロ。昨日そのお姫様と一緒にいて、おう、グラコロ食べに行こうか言うたら、まだ始まってないしって言われました。あれやね、彼女結構クールやね。いや違いますよ、優しいですよ。優しいの、はい、言い方がちょっとクールに聞こえた。グラコロって言われてるね。ピアノ当てたからコメントやめていい。コメントやめていい、ダメです。やめたかな。それが一番傷つく。ピアノ店長に電波越しの剣届けって言われた。グラコロ当てたからボーナス言及って、ね、よし、ペヤング当てたからもう寝るわ、おやすみ。あ、いやいやいや、皆さんにね、やっぱり明日何歌おうって悩んでる皆様に、はい、桜ライトを提案する。これが僕の今日の仕事なので。田島うざいってみんなの田島ね、あなたの田島ね。あなただけの田島です。専門桜ってボーカロイドが最初やったっけ。そうですね、初音ミクさんのやつかな。これでも歌ってる人多いもんね。めっちゃ多いですね。カラオケ行ったら、とかね、え、歌うん二人。まあまあギリギリっすけどね。そうだよ、ギリギリ歌えるかなぐらいっす、うん、歌うんよ。あの、当ててから喋ってくれ、頼むから。センスキとか M やんってね。俺はケージかダルタニアンがいい。え、嘘、ドレスですね。いや、あつらもなんかちょ男マソリじゃないですか。でもどっちかというと綺麗系じゃないですか。です、ね、ダルタニアンとケージ言うたらね。センちゃんとかやっぱちょっと可愛い系になるからね。いや、センちゃんめちゃめちゃ可愛いないですか。まあ、か可愛い可愛い。でも可愛いよ。顔可愛い、性格可愛い、口調可愛い。口調可愛い。ちょっとツンっぽいとかもね、はい、ツンデレっぽいとか。完璧でしょ、もう。この世に存在、ペヤングをすべて消し去りたい。叶えてよ、インキュベーター。インキュベーター。インキュベーターに消される。はい。まあ、放送するになり変わり。モスのとびきりチーズ買ってきて。いや、美味しいですね、とびきりチーズも。おい、デッパーって言われた。おい、デッパー。ただの悪口。懐かしいな、デッパー。俺、キューベイと契約した。願い事は、キレ売り割りを明日消してくれとお願いします。やめてください。いやいや、キレ売り割り全体消すのはちょっとやめていただきたい。平野子消えちゃう。ペヤング歌ったらポストにアヒージョ入れたる。やばいやばいやばい。いや、アヒージョ豪華やん。ええやん。助かる。いいアヒージョね。ケンタッキーのクリスピー買ってきて、美味しい ね、確かに。あの骨なしのね。はい、いやでも骨付きの方が美味しいと思うんですけどね。あの、可愛いよね。そうですね、美味しい。ケンタッキーは。いや、もうクリスマス近いからみんなやっぱチキン食べる率高なるんちゃいます。クリスマス近いんでみんなドリームジャンボ買うんちゃいますよ。そっちかよ。夢をね。そうですね、夢をね。田島さん早くマクド持ってきてください。主人待ってます。おい、パンダ嫁。あ、来た。ありがとうございます。奥さん、こまりちゃん大丈夫かな。大丈夫ですかね、ちょっと心配なんですけど。、はい、じゃあ次のヤオニアの田島さん行ってもらいます。はい、もうぜひとも、もうその際には。はい、いつもお世話になってます。歯切れ美味しい。骨抜きにしたろかって。骨抜きにする。うまいうまいな。今度ヤオなんかね、最近ヤオあのキキシリーズやってるんですよ。はいはいはい。何キキシリーズ。あのキキなんとか、お茶とか。そう、キキお茶とか、キキミルクティーとか。お、吉村くん来た。いた方がいい。何出たいの。いた方がいい。いた方がいいって。いかにいい。出に来た。大電落とす。うん、ローデンの、うん、大丈夫。あ、分からん、何言ってるか分からん。愛想笑いひどい。あいつパリピですからね。パリピ、はい、愛想笑いは何言ってるか分からん。インターからこんにちは。あ、インターからこんにちは。マスタニお姉様でしょ。マスタニさんかな。マスタニお姉様。なんか最近あれらしいね、藤田店長もたまに見てるらしいね。あ、本当ですか。なんか身内率もっと高くなった。口みたいなとこないですかそれ。ね、ちょっと藤田さんもね、たまに来たらええのにね。おでって言われたらね、パンダさん、子供さんお熱大丈夫ってね。台で落とせ、ペヤングの台で落とせ。おかしいおかしいおかしい。ささ食べさせな、ささ。お前、ペヤングはキキネットをやろう。キキネット。ネット。キキもクソもない。この、これ私が飲んだのはーって。神の声です。ペヤングを消す方法を知りたい。ペヤング終わるなって言われた。終わりますね。これもう時短中？いや、まだ ST です。あ、そうか、これまた画面変わるよね。67回転までかな。うちの旦那は子供が高熱出しても飲んで帰ってくるクソ親父。ちょっとコメント控えさせていただきます。いろんな家庭がありますね。そうですね、うん、まあでもお子さんがね、ちょっと熱ぐらいはな。ペヤングは井上みたいでやだ。 ST になったら ST、はい、出遅れかしまよりこんばんは。こんばんは。ハレさん、断末以外に好きなノベルありますか。ね、ほんまにめちゃくちゃ読んでるっす今。あ、ほんと。はい、今読んでんのが、はい、レベル999の村人ってやつよね。まだアニメ化になってない。
まだなってないちゃいますかね。だからこれからなりそうですか。なるんちゃいます。めっちゃ有名っすもん。へえ。まあハリさんはそれがおすすめらしいですけどね。めっちゃおもろい。田島は飛弾のアリアがおすすめです。もうそれ先みんな言うてた。さっきね、飛弾のアリアなんかの初代のライトミドルね、はい、調べてくれはった方おったみたいで、キコーナさんもまあまあありますねって言ってた。ありがとうございます。キレはなかったよね。ないです、ね、でも、なんとかしますんで。なんとかします。倉庫残ってたらええね。なんとかしますんで。ペヤングにはキキエンさんやってもらう。エンさん。ペヤングはキキデスソース3種類どれか当てますよ。全部デスソース結局ね。ほんまやわ。ペヤングの声質と、生きり方がまるでノンスタイルの井上に出るって、ね、それもたまに言われるんですよ、ね、いやそうだ、上沼恵美子と井上さん似てる。いや全然似てないですけど ね。え、でも生きり方だけで言ったらだいぶうざいやつですよそれ。そうやね。いや俺うざいで。俺うざい。自分で言うてる。さすがに。お、あ、当ててからやったらダンマッシュとプリズムブレイクの話いいよって言われてる。当ててますよ僕も。ペヤングしょうもない。さあ魚群ですからね。あ、来たやん。うざい、うざい、うざい。まだあれやね、ぴったしであの音鳴らしていただけるんやね。はい、怖い、いやらしい。ほんま強いわ。あのしかもタイミングバッチしながら腹立つ。これもいや、こうやってチュってやんねんね。わかる。愛を確かめ合うマリス。もうステージ変えたんで僕。いや、もうそういうとこや。やばはい、いや素晴らしい。これで全ラウンド皆さんに見せることができましたんでね。あと気持ち悪いのもノースタイルに似てる。ありがとうございます。チッて言われた。まいまい、今日シンフォギア16年1万発ちょい出ましたが、エピソードが一つも出なかった。エンディング見れる気がしません。結構きついですね。これね、偏りもあるし、あのギア V コンボばっかりやったらね、無理やね。私もあれ何回やったかな、30何連した時にやっと見れたから、はい、あ、それで見れたんすか。何連、そう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 、3回ぐらい30連超えあるんすけど、やっと1回だけ見れた。当たってるやん。おー、言うてノーマル。渋いなお前。渋い、やっぱね、海のいいとこはここやね。うまくじゃあこれで2人とも当たったね。あとは、ね、今ペヤングさん3連目か。3連ですね、はい、ちなみに僕のやつ50% で ST 行くんですけど、はい、あ、ほんまや。 50% で通常なんですよ。いや、そんなんないやろ、通常とかでも。ないっすね。ないやろ。全部 ST っす。びっくりするわ。全 ST。 そういうの言わんとってほしい。いや、ほんまにないっす。全部 ST。 はい、しょるぞ。すぐ当てる。田島さん、聖夜のブロンズ399分の1入れてください。うちに行きますから。いやいや、入れれないでしょ。うちに行く前に僕連れてかれるやつじゃない。お前ね、怒られるやつ。アンガの田中か。ペヤングとパンダで来年の M1 出てくださいってね。いや、結構おもろいでしょ。でも聞こうな、そういうのもやっていいと思うけどな。ちょっとね、漫才じゃないけど出てくれるんですか。誰が。え、マイマイさん。なんで私出なかったの。なんでなんすか。私外部業者やん。超本人、超本人。いやいや、違う違う違う、聞こうな、社員さんが出たら面白いやんって話だよ。そう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 、話の中で掴んで、ちょっとちゃんともう。ね、漫才部だの、あ、R1 とかもあるしね。ピンでいける人やから。いや、僕でしょ。出たいんかい。みんなが求めてるでしょ、もう。しゃべくり漫談で行く、はい、喧嘩すな。あ、来た来た来た。あ、またバーンって来い。かわいい。あ、来ない。今日シンフォギアいうパチ打ったら、デュランダル、白レバー、キリュウ、ナナミ、フルーツ柄、そんなにテンポこもりにせんでもって思った。あ、まあプレミア系絡んでるからね。素晴らしいですね。まあただ、なんかこう当たる時ほどね、そういうプレミアとか熱いの全部絡むよね。確かに細バー、あ、細バー、細バー出すかって細バそうやな。なんかちょっと面白いですね、見てるだけで。ちょっとね、3人が、5人ぐらいちょっと選抜して出してみたいけどね。もう1回戦突破しただけでもうすごいと思うけど。いや、いい音鳴ってたね。え、そんな簡単なんですか。いや、だから1回戦突破できたらすごいねって。でもなんか漫画家の方とかも最近出てるんでしょ、コンビ組んで。なんか3回戦ぐらいまで行ってる人いたと思うけどね。あれちゃうかだね、ろくでらしとか書いてる人ちゃうかったっけ。へぇー、森田先生。そうそうそう、ブルース。ペヤング、ペヤング、ペヤングが連れて行かれてもいいから聖夜入れ言われてるけど、地方予選からお願いします、うん、海のプロはノーマルあたり出すよね。ペヤング店長はエセ海好き。あれ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 、僕ぐらいになるとね。あれあれあれ、今日の案件は1晴れ、2ペヤング、3二人でお願いします。もうね、決まってるでしょそれ。 3業者のおっちゃんとかね。あ、やばいよ、それだけやばい。まだ終わってないの。あ、すいません、言うて。どうやしてるペヤングのフルスイングのサッカーボールキックしたいと、ね、やばいやばい、コナンおるね。はい、
言われてるね。森田正則さんねってね、森田先生お金はあるのに道楽なのか。これはある。でもあの何だっけ、べしゃり暮らしやったっけ。これはある。これはある。あ、先読み来てる。いや、これはある。これ外したらもう案件。案件ちゃう。これ外したらもう案件。あるあるは。吠えた吠えた。吠えた。吠えた吠えた。あ、もうここでリーチかかりましたね。もう一回吠えたらもっと熱いねんけどな。ただ当て殺す。いや、当たり前。当たり前です。当たり前です。当たり前です。2回目。当たり前ですだ。あ、いや、さすが。ああ、昇格した。当たり前です。スーパーチャンス。当たり前です。当たり前ですって初めて聞いた。よくグルもまた打ちたい。ペヤング釣り蹴ってってね。靴。いいですね。綺麗よね、やっぱり。ああ、確かに。パールフラッシュ綺麗ですね。綺麗よね。桜回るだけやからね、あれ。ルーキーズ やっぱり綺麗ですよね。いや、お尻やん。レベル999の村人スキーなんやったら、はい、今転生したらスライムだった件見てますか。転生はもちろんですね。あ、見てるんや。転生もう小説も全部読み切ってますね、もちろん。当たり前ですね。もちろん転生当たり前ですね。当たり前ですやって。当たり前です読んでまーす。2人ともうざいから罰ゲーム。まあ、あのニコ生の中でも独特のあれやからね、雰囲気持ってる2人やからね。転生はおもろいですね。でもある程度ネタ考えたら1回戦とか、あ、突破できそうじゃないですか。いや、ネタ考え方が突破できるんじゃない。ほんま、勢いで。何するんすか。あ、アリアね、初代のライトミドル。気候なタウン、豊中北、気候な豊中南、気候な茨城、気候な寝屋川南、気候な八尾大指導にあるようなので、お近くの気候内へ。ありがとうございます。あの、ここのエリアやったらあれやね、あの、八尾大指導やね。八尾大指導ですね。八尾大指導行った帰りに綺麗売り割りみたいなのがありますね。まあ、近いからね。はい、テンスラおもろいよねってね。タラちゃんが大人になったら当たり前ですって言いそう。あ、大人になったらシリーズやったやん。タラちゃんが大人になった太ったそれちょっと嫌やな。ショック。でもツッコミはジャンポケ店長がいい。あの、今里のね、上重店長ね。上重店長ですね。はい、あの、ツッコミはうまいね、確かにあの人ね。へー、あの人だから細バーが組んで M1 出たらいいと思うけどな。おもろい。二人とも聞き取り兜やろうぜ。聞き取り兜死ぬやつやな。完全に死ぬやつやな。はい、ありがとうございます。で、キリン柄外すやつおったけどなって。キリン柄外すやつおったおった。なんかね、ヤマト2199打った時にキリン柄のあのレバーで、キリン柄のなんかカットイン出たんかな。はいはい。で、もう当たった思ってね、ありがとうございます。で、レバー引いて外れたよね。寂しいな。そうそうそう。恥ずかしいな。ざわざわしたね。こんなのペヤングじゃないって言われた。え、僕結局僕のディスに入るんだ。おい、言われてる。いいね、人気者は。最後はちょっと海モード、あの、沖海モードにしますわ。50回転切ってるんでね、もう。あ、もう50来てんの。そうです、そうです。え、じゃあもう 3年で終わりそうなの、ペヤングさん。4年。いや、そういうのはないです。そういうのはないんですけど、はい、ST は抜けてるとだけ言っときます。タラちゃん大人シリーズってね。ペヤングアジサイの葉っぱ食べてみないか。おい、どんな味するんですか。いや、死ぬんちゃう。やばいやばいやばい、殺したいやん。この間なんかの葉っぱ食べたら、何だっけ、アレルギー出て死にそうになってたっていう体験なあったけどな。やば。あ、でも、でも葉っぱは危ないの多いみたいね。ダメですね。今日は三陽のオフィシャル店舗さんから放送しています。はい、三陽グループです。怒られる怒られる。ほんまに怒られる。名古屋名古屋。はい、アニメ見る時の基準ありますか。私は声優さんで決めてます。あ、クギミヤさんですね。クギュね。それはあれやん、田島さん。トラドラ。あ、そうか。え、でもあれやん、百花繚乱。百花繚乱もクギュやん。雪村あれやん、クギュやん。はい、クギが好きなんですよ、僕は。え、でもセンちゃんなんでしょ。センちゃん。うん。あれ浮気してるやん。いや、そういう問題じゃないんすよ。そういう問題じゃないの。ごめんごめん。ハリさん、なんかあるの、アニメ見る基準。僕基本的にファンタジー系全部好きなんですよ。だから基本ファンタジーで絵が好きやったらいいです。あ、なるほど。まあ絵は重要っすよね。また会話になってない。あの、ナイトクラブ吉村君横におるけど。タラちゃん、先にシャワー浴びてきてください。おかしいじゃないですか。下ネタやもん。お前、鳥、鳩の糞とアジサイの葉っぱとフグの肝臓食べよう。全部毒があるよ。あかんあかんあかん。ファンタジー系わらわら。え、ペヤングさんはアニメ最近見てんの。僕ね、最近見れてないんですよね。あ、見れてないんや。プリズンブレイクしか。あ、そうか。あ、ハレさんどっか行った。ちょっと回しといてもらいます。回しといてもらいます。オッケー。終わらしちゃダメですよ。右打ちするわ。ハレさん、じゃあマイク切っておこうか。はい。
じゃあ田島さん、田島さんマイク入ってる？入ってないです。入ってるやんけ。入ってないです。困ってます。ハリポタ好きですか？ハリポタ好き。あ、ハリポタいいんや。ハリポタ全部見ましたね。今あの何だっけ、ファンタスティックビースト何だっけ、ガセのやつ。ガセかどうか知らんけど、あの映画やってるよ ね、 ね、あれ。ハリポタの、ま、昔の話。あれ人気あるんでしょ。でも、あ、そうなんですか。らしいよ。なんかこの間テレビ、あのワンワンかな、なんかテレビやってたよね。へえ、面白いって聞いたけどな。ハリーポッター僕あの分厚い本の時から読んでますね。あ、そうなんや、はい、へえ。映画化されて映画も全部見てって感じですね。ペヤングを自然史に見せかける方法をベヒーモスと毎晩打ち合わせしてます。やばいですそれ身内じゃないですか。お前もらえるで。はい、ファンタジー。スレイヤーズの台また打ちたいなってね。スレイヤーズ好きですけどね。スレイヤーズあの台はでもちょっと残念やったけどな。そうですね、ちょっとスペックがちょっと重たかったもんな。じゃあレイヤーズを出そう。レイヤーズ、レイヤーズ懐かしいクランプね。肛門茶まで打ったが聞けます。ああ、そうやね、はい、譲れない願い最高。確かに90年代のなんかねアニメ出してほしいね。スレイヤーズもあれレボリューションの方やったもんな。そうです、そうです、そうです。フォーチュンクエスト好きやった。これ懐かしいな。なんか懐かしいのどんどん出てくるじゃないですか。フォーチュンクエストで 90年代ね。お天気スタジオが好きやったもうあれ出ないんかな。もうラブやった。お天気スタジオ何やった、掛け持ち遊戯をご遠慮ください。面白かったね、ファンタスティックってね。ファンタビあ、ファンタスティックビーストってね。ファンタビっていうんや。グリーンチャンス来てるやん。ほんまや、ブルブル。ブルブル、知らん間に外したんねん。外せるんの。釘宮さんやったらゼロツカとか、あ、銀玉。あー、そうですね。ゼロの使い魔よ、いいよね。あ、トラドラとかトラドラとかトラドラとか、ね。いや、トラドラはあれ、パチンコしてほしいね。ほんとにね。うん、私も打てるわ。でもあれでしょ、クギじゃなくてミノリンが好きなんじゃないの、ペヤング。当たってもった当たってもった。ラムクリしますしかもペヤングあれやん、抜けてもてるし。ラムクリしていいですか。こら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 これでも2連目 ?3 年目か。3年目っすね。あれ、あ、じゃあ同じじゃないの。はい、いや、これでも僕が当てた1回ですよね、言うたら川陽ウリンちゃんってね。学校のハリポタの分厚い本借りパクしちゃった、テヘペロこらこらこら、テヘペロではない返しに行って、今からでも遅くないよ。ゴブリンと下僕妖精出てたね。これあれ寝屋川市駅前店のね放送この間あって、はいはいはい、あの西原副主任かな、はい、がおるんですけど、その方がゴブリンっていう名前で、はい、でもう一人社員の方がおられるんですけど、はい、下僕妖精って言われてて、下僕妖精下僕妖精の、そうそう、上へ参りますが一番だろうって言われてるね。あ、上へ参りますの捨てがたいですね。いや、牛柄と花柄最高でしょ結局最初お天気スタジオには勝てないんですよねあれでもだいぶ古いですけどね。お天気スタジオ、雨にキスの花束を流れる。ああ、あれあれよね、やわらちゃんの歌でしょ、もともとは。え、違うでしょ。そう、あのプライ今井美樹じゃないの、もともと。うん、そのやわらってあのあれやね、アニメね、はいはいはい、あの柔道のあれの確か主題歌やね。いや、めちゃめちゃいい歌ちゃいます。そうや、いい歌で、ショコタンもカバーしてるし、ちゃんと。あ、そうなんやちゃんとショコタンもカバーしてる。さすが。別に当たり回数どうでもええで、どっちにしろ2人とも負けやから。やる意味。大空三姉妹、平和の萌えの初期って言われてる ね。大空三姉妹。なんか平和は三姉妹シリーズ多いね。なんかあの麻雀物語もそうし。そうですね。うん。まあ、南国育ちはちょっと違うけどね。南国育ち、ね。あ、ハレさん当たってるで。あ、いや、これ当てたから。いや、ない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 、そんなそんな。ないない。はい、後で罰ゲーム、個人的に。だって49回転 ST じゃないですか。時短やったらまあ、ね、俺が当てたい。時短やったらまあね、うん、はい、罰ゲーム後でただお天気スタジオでパタパタするパネルは意味不明や。いや、本当にそれ時間めっちゃかかるでしょこの後はパネルタイムだよっていうラウンドの最後に。あれほんまに何年前やろな。あれめちゃめちゃ面白かったでしょ。あれ、うん、あれ戦国乙女の初代の台があった時と同じ台。じゃあもうえ8年ぐらい前、10年前か、ね、初代だって戦国乙女ってあれじゃん、なんか10周年かなんかじゃん。そう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 、10年。いや、もうめちゃめちゃ面白かったけどな、あの時。あ、僕19から売ったんですけど、パチンコ。はいはい、それぐらいっす、ね、あ、ほんまに。じゃあ10年前か、はい、10年前ぐらいですね。すごい。あ、明日マクドにしよう、食べたくなった。いいな、マクドマクド食べたい。もう当たりのひどい争いはやめろ、2人ともやるんやから確かに。いや、僕バスゲームとか結構向いてないんで。よう言うわ。通常落ちてるじゃないですか。いや、落ちてるんじゃないねん。え、見てみ、ほらほら落ちてる。ほら見て、これウリンちゃん出てる。ウリンちゃん出てきた。通常じゃないから。ウリンちゃん、ほら、これエアリアルね。ウリンちゃん出てきた。そういうこと。エアリアル。さあ
魚群あれあれでも最初もクラゲやったんですからね。そういうの関係ない。当たってる。おお。水量関係ないから。当たりますけど。あ、でも二人とも当たってるやん。僕も当たりますけどね。何やねお前ら。いや、ちゃんと通常落ちてると思ったやろ。そういうふうに見せかけてるだけ。さすがやな。わかるかな。ただまあ僕の方が当ててる回数4回なんで。俺4回目やからこれ。二人とも一緒やないか。なんかよしか。ほら見てこれ。お二人とも。素敵な絵。ほんまや。絵やな。絵やわ。満開。スーパーチャンスゲットないからそんなのスーパーチャンスゲットあるんすもん。いやいや、マリンちゃんこうやっていや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 、それはもうずるいっすよ。ラブちゃん、ラブラブ2台とも当たってるなんて海打ちたくなるやないか。いや、ほんまにそれいや、めちゃめちゃ面白いっすよ、やっぱり。ペヤングは斎藤マネージャーの時から罰ゲームで生きてきたやん。あの時の罰ゲームひどかったっすよ、ほんまに。いやいや、もうあれで斎藤マネージャートラウマなってね、嫌だったからね。ペヤングが気持ち悪いのって、ね、ペヤングでしょ、今日魚群出たっけ。魚群出してますよ。キスして魚群出したじゃないですか。キスしてたっけな。サムネこれって。手帳ボタンで。二大同時とかこれサムネかしら。うざさ満開。確かに桜満開じゃなくてうざさ満開。これちゃんとこのラブダッシュ中は3サイズ出てくるんですけど、はい、これハテナになってるとこがあるんですよ。ほら。ハテナ、どこ、体重体重。何キロやと思います。47。まあそこら辺、ね、ボディライン的にはワリンちゃん身長どれぐらいなんやろうね。160ぐらい書いてあったんですけどね、確かもうちょっと大きかったっけな。お上手。170近かったと思うけどな。まマリンちゃんがあれよね、平均女子ぐらいだね。158とかなんかその辺ちゃうの、はい、結局ウリンちゃんが一番可愛いっすけどね。ロリコンロリコン。いや最終マリンちゃんが一番可愛いから。どうやねん。ウリンでしょ、明らかに。めっちゃ可愛いやん、見てほら。ハネさんは年下好きなん。あ、もちろん。あ、なるほど。もちろん、ウリちゃん。ペヤングさんは同級生みたいな感じなのかな。僕は全般的に好きです。どうでもええわ。僕はそういうのじゃなくて、みんな可愛かったやな。あなただけの感じまで全然説得力ない。おい、ワリンだろって言われた。あ、ワリンちゃんズワリンは泣き袋が可愛い。確かに。え、ね、ちょっとセクシーやもんね。ワリン、ワリンもわかる、うん、ただまあ、選ぶんやったらワリンちゃん。いや、ワリンとウリンか。ウリン。ただ2台で当たったら眩しかった。2人とも聞き拳しようぜ。聞き拳やるかやられるか。お前しかも誰かの拳を受けるやつやな。ああ、ワリンちゃんに決まってるだろうって言われた。ワリンちゃんね、水着がもうちょっと可愛かったらね。ああ、ちょっとあの水着があんま好きじゃないですよね。お前らの守備どうでもいいわ。でもまあどうなんやろうね、一般の視聴者の方はもう分かれると思うけどね。アンケート取りましょうよ。アンケート、アンケート。ウリン、ウリン。でも女子はサムやろうよ。サムはやばい。サムはやばい。お前ペやろう、ペね、サムやろうって言われた。サムはやばい。マリン、ワリン、ウリン、田島って入れましょう。いや絶対いらんわ。やって一回それ。いや、ゼロパーやったら罰ゲームやで。いや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 、やめよ。自分で言うからやん。そんなやめよ、そういうのは。自分で言うからやんか。マリン、ワリン、ウリン、ハレにしよう。ハレ、ハレ、ペヤング、サムで頂上決戦したやん。ちょっともあるか。ペヤング入れようぜ。着物のワリンちゃん最高やろが。着物のワリンちゃんわかる。金富士ね、あれはいいね。演歌風ね。歌もいいしな。確かに確かに。まあ桜に関してはまあやっぱあれなんかな、マリンちゃん主役になるもんな、ね、この専門桜も。オケーミ4がね、ちゃん推しやからね、常に。あ、可愛さやったらペヤング一番かな。ありがとうございます。可愛いんだから、30歳やね、言うて。そういうとこありますからね。俺は雪物語のマリンがいい。スノーチェンジ出た。雪物語、雪物語出へんのかな。もうあれめっちゃ好きやったんですよ ねあれ面白いよね。氷の役もんっていうかね、めっちゃ好きやった。懐かしい。あの広瀬香美さんの歌ね、流れとったもん。これ熱い。熱いですね。二人ともリーチかかったね。いや、僕のは熱ないですけど、あっちはテンパイ確定してるんで、ね、あ、なるほど。あれは熱い。弾頭だしねって言われた。さあ、ここでマリンちゃんのセリフが重要。赤やったらいいんちゃうことですね。いや、もう赤とかじゃないんすよ。何？この言葉を聞いてほしい。あなたの願いを届けてくださいませ。素晴らしい。だからないやね。押してS のとこで押す。何のこだわりなん。よし。何のこだわりなん。S のところで押す。あ、もう熱い熱い。この時点で熱い。スキーできないもんね、暖冬だからね。でも土曜日めちゃめちゃ寒なるらしいんでね。らしいですね。最高気温9度かなんか8度出てるから気をつけてね、本当皆さん風邪ひかんように。
散ったね。雪だるまと戦って勝利したら当たりとかいう謎の演出好きやった。あれおもろかった、ほんまにおもろかった。懐かしいな。確かにね、雪物語出してほしいね。魚群柄が良かったな、そもそも。ああ、そうですね。確か三陽さんがありましたね。さっきもそうですね。聖夜も最初は魚群柄やったんやけどね、途中から聖夜柄とか、あの今は熊の実柄か、そうです三陽さん ね、だったけど、確か魚群柄もまた ね、やってほしいよね。お詫びやったなってことで、お詫びなかったですね。お詫びね、はい、恐竜出て、恐竜あったかなかったかまだ分からないですけどね。魚群柄の雪だるま保留が気持ち悪かったの覚えてる。ちょっとね、なんか変な感じだったよね。ここで ST 中一回沖縄モードにしましょうか。あ、そうなん、ここでね。あ、変えた。これないわ。なんか海オカルトあるんですか、ペヤングさん、この桜バージョンに関しては。桜ウスとしてですか。当たったモードは基本的に変えない方がいいと思ってます。あ、自分の中で、はい、通常時で例えばマリンモードで当たったんやったら、はいはい、確変中はマリンモードで打った方がいい。ほうほう。ただ時短に行ったら変えてもかって思ってます。なるほど。そういうのあります。変えたら終わんで、どれと。終わる終わる。スペシャル魚群初めて見た時の感動ってやってるね。あるっすね。あれは RTC 中やったっけ、スペシャル魚群ね。 あれ激アツ外してもあれモードは変えないですか、店長。そのままの僕は変えないです。ハレさんは僕にも聞いてくれます。はい、お願いします。よかった。僕は基本的に歌変えないです。あ、歌を変えないの、はい、歌変えないです。やっぱ流れ変わるんで。ほうほう。歌変える。だからラブダッシュにしてる時点でないな。自分の実力でラブダッシュまで持ってきゃいいんですよ。なるほどな、連チャンでね。ずっとラブダッシュ聞きたい。いやいや、最初から最後まで。その時点で負ける。もう君は一緒に打ち切った喧嘩や。俺今童貞やねん、童貞やねん。やめてみよう。俺それ外れるんです、残念ながら。わお。あかん、口開いてないもん。だってあ、じゃあチャンスアップあるもんね。ごめんなさい、ちょっとあの僕クリスタルやってるとちょっとジンマシン出るんで。あ、変えますか。じゃあ海ステージに変えていいですか。たまに外れてボタン連打してたらモード変わるときあるよね。あるっす、あるっす。わーってなるよね。あー気持ちいい。ラグーン気持ちいい。2人とも当たりゼロやろ。ラグーン気持ちいい。これで、ね、ついに時短対決に入りましたね。お前ね、これで引き戻せんからしてればいいね。僕は時短の田島と呼ばれてますから、ね、時短って何ですか。あ、時短って何。あ、僕あ、パチンコ知らない人ですか。すいません。よし。あ、クラゲ。よしよし。マリンちゃん見て、こうやってるからもう。これどうなん、あざとくないの。何があざといの。どこをどう見てあざといか。あざとさしかない。めちゃめちゃ可愛い、まあまあ、あざといのがモテるんやけどね、女子はね。そうでしょ。そう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 。なんか嫌味のないあざとさやったらいいですよね。いや、嫌味があってもあざとくてもいい。あの手の甲で画面触るの腹立つ。こう、なんかこうやってたね。呼んでる感じするもんな。核変中をいろんなモードにしたいのを我慢しながら海モードで打つと続くイメージがあります。あるあるある。海モード一番続くからな。どうなんやろね、これ全体的にオカルトが多いのでやっぱ海なんかな。そうですね、海とジャグラーでしょうね、やっぱりね。え、アリアまた台出るとしたら初代の役物並みの完成度で出してほしい。そうですね、めちゃめちゃ面白かったですもんね。あとバレットクルクルとかね、いいよね。面白い面白い。ペヤングのせいでくしゃみが止まらなくなりました。ガンチラアクションやから。アレルギーアレルギー。僕のせい、へさま。でもあれやったっけ、アリア、あの今のやつで設定付き出るんでしたっけ、確か。あ、そうなんすか。なんかあのネットで見ましたけどね。もう設定付きで出ねえやと思って。早ないですか。まあまあ。え、ダブル A ってことですか。そうそう、ダブル A。早っ。そう、多分書いてたと思う。早っと思ったけどね。二次元に恋する二人、キモーって言われた。まあ、それぞれ3次元盛るからね、ちゃんと。いやいやいや、でも僕、あの、彼女さんにも言ってるんですけど、柴崎コウに結婚してって言われたら結婚するかもしれないです。柴崎コウさん、でもペヤングさんより多分6個ぐらい植えちゃう。ええの、全然。めちゃめちゃ綺麗ちゃいますか。綺麗綺麗綺麗よ。歌うまい、綺麗。うん。勝ち。お金持ち。説明下手。今もあれよね、どっちかやったらちょっとなんか経営者みたいな感じらしいです ね。なんかね、あの事業されてるもんね。おそばに置いてほしい。なんて、おそばに置いてほしい。お茶だし。ひもいや、ちゃんと働く。次出るガロはありゃダメだな、時短ゼロってとやってるね。ガロね、あ、50回っていうのはあれは何、通常が50回ってこと。トラストオブガロでしたっけ。10何日や、15日やったっけ。16じゃないですかね、か大阪は。ちょっと忘れたけどね、なんか15、16、17、その辺がなんか寝台の動くの多かったと思うんで。そうですね。17が AKB やったかな。 AKB です。
ね、どうですか12月はなんかペヤングさん注目してる台あるの？12月注目してるって言ったらそうですね、寝台ですか？寝台マドカマギカ2かなやっぱり。おお、ほんま好きやな。いや、やっぱりねマドカマギカ2かな、うん、どうしてもやっぱり好き。はい、初代の方が今まで好きやったんですけど、はい、最近はマドカ の特別衣装を取るために必死ですね。特別衣装アルティメットマドカになるんで。あ、え、 AKB とかは前のは売ってないですか？ AKB 前のやつもうめちゃくちゃ打ちましたよ今回。どう、まあちょっとミドルっすけどね今回。ちょっとね今回の個人的にマユユが大人になってしまったんでちょっともうきつい。あ、なるほど。パルルはちょっともうちょっと可愛くできたんちゃうかっていうふうに考えてます。まあちょっと撮影も多分3年4年前のやつでしょうねあれね。そうですね、ちょっとまあ古いけどな。まあどうなんやろ、往年のファンは嬉しいんかな。いやでもやっぱり大島優子とかが出てなくなるとちょっと物足りない。あ、そうやっぱりだってミルキーね、渡辺美雪ちゃんとかがおった時点でちょっとびっくりしたからね。そうですね何年前やと思ってちょっとびっくりしたけどね。はい、設定ね、月どうなん言われへん。柴崎コーギー結婚申し込まれたら、申し込まれたらいいね、応援してるよ。ありがとうございます。助かります。寝言は寝てからよ、虚言癖まで涙で、ね、涙大沢たかおの元嫁なのが信じられない。これは、広瀬香美さんやったかな元嫁な。確かそうね。マイホナリア WA は今日1600ハマりしてた。すごいな。いやでもあの台すごい波荒いからね、全然ありますけどね。ただその代わりレンちゃんもなんか激しいね。そうですね。マドカのライトミドルはペヤングいいと思わない？ね、僕ねライトミドルも売って319も売ってるんですけど、はい、なんか、はい、すごい感覚的な話になるんですけど、はい、ミドルの方が当たりやすい気がする。もうこれ完全オカルトやミドルの方があれ多分当たりやすい。まあ相性あるから、はい、そんなわけない。もう一個言えるのが、はあ、ライトミドルで、はい、マドカ専用枠の店は少ない。あ、確かに京楽のさんの昔の枠が多いんで、はいはいはい、やっぱキュキュキュって言って9名出てくる感覚がないから。あ、そうだよね、確かに。ちょっと楽しさが半減するんかなとも考えたりしてますということで結論は319の方がいいよってね。319の方がいいです。漆黒は打たないんですかペヤンゴさん？刑事の漆黒ですかね。ほうほう、そうそう、刑事の漆黒も触ったんですけど、はい、僕昔から雲の彼方に時代から刑事とすごく相性が悪くてそうなんやだいぶ昔っすよね。まあペヤングさんと言うたらちょっと全然逆方向のあれやもんね。そうですね僕アイラブ海物語アイラブ北斗の剣タイプなんで。あ、そうだよ。刑事と北斗がやっぱり一緒にあるじゃないですか、はいはいはい、そうするとどっちでも剣ちゃんに行っちゃいますね。剣ちゃん刑事ではない。刑事も好きなんですけど、はい、当たってくれない。で、終わりさーってね。AKB は窓バギのパチと同じ道を行きそうと言ってるね。こまりちゃん逃げて痛いな。気持ち悪い。渡辺美雪は今撮影したんかって最初びっくりしたわってことでね。まあでも全部写真見たら、まあやっぱり3年前4年前の人ばっかりやった ね、うん、もう卒業した人でんこまりだったねってことでね。改めて全盛期のともちんこと板野友美は可愛い。あーってことはちょっとギャル好きなんですかね。かもね。天に嫌われた男よペヤング。え、僕ハート様みたいな。僕天に召された男ですけどね。召されたんや。でペヤング、北斗の天波は2台だけしか導入しないよね。北斗の天波、天波ね、はい、天波何台導入しましょうかね。天波これいつ？1月じゃなかったかな。あ、1月か。スロット？え、パチンコか。です。今のセブンの設定付け山です。もう、どこのあれやね、メーカーも設定付きあれやね。あ、おぉそういうとここれはやばい。さあ、行こう、マリンちゃん。結局、4連で終わって、これあれ？はい、ありがとうございますはい、ありがとうございます終了。はい、ありがとうございました遊戯よりサビーってね。北斗は時とサウザがいる限り、刑事を好きになることはない。あ、この人はじゃあ、北斗は時とサウザが好きってことか。そうですね、サウザは僕も好きなんですよね。チって言われた。じゃあ、今日のアンケート3択にしてください。そうやね。お、16やん、しかも。ございます3択で。3択？僕か、店長か、はい、両方か。はい、両方かしら。あ、一時超えたから向こうって。向こうおかしいごめんなさい、閉店時間なんですよ。ごめんなさい。お客さん、すみません、はい。ちょっと持ち越しもできないです。あとで、個人的罰ゲー顔面鉄球。それ、もう、解除よりひどいやつやね。ちょっと、僕、
ST 個人的に回したいんで、このままお別れを迎えていいですか。あ、いいですよ。ちょっと待って、その代わりあの今あれ作っとくわ、アンケートですね。アンケートとあのお湯沸かしとくわ。もう当たらへんから、やめときや。もう当たらへんやん。そんな分かれへんやんね。いやもう当たらないっす。勝てへんやん。当たらないっす。勝たないっす。所詮それやで、そういうとこ。あれで当たらへんかな、あの二のリーチで当たらへんかな、あの二のリーチがビタでビタと止まらへんかな。保証もしません。あの二のリーチがギュギュンって走らへんかな。走らへんわ。ああ当たらへん。まあ今日はでもね、年内最終やから、切れ売り悪い。夢見つきに何を思う。はよマクド買ってきてって。はよマクド買ってきて言われてんで。うわ、ね、めっちゃ美味しそう。ハリさん辛いのいけんの。無理です。無理だよ。1ミリも無理です。勝ても負けても同じだから、負けを認めた晴れの方が潔い。あれ、あれ、 やっぱもうね、はい、海物語最高ですね。店長どうですか、2018年ね、もうあと数週間で終わりますけど。そうですね、はい、今年を振り返ってみると、はい、激動の1年でしたね。激動やった。今年もあ、どうや、そうやった、激動やった。激動。あら、どういうところが。あの海外ドラマに出会った。そこ個人的な。個人的には来年はどうですかね、なんかいい報告とかできそう。来年もいい1年になりますようにね、はい、ハブ太郎、でけ。どういうことやな。本日の営業は終了いたしました。ね、なんかないですかね、楽しいことね。そうやな、ドリームジャンボ当たるとか。ドリームジャンボ、そこへばっかりやな。そこばっかりやな。何しようかな、ドリームジャンボ当たったら。はい、この頃キコちゃんずっと見てます。アニメ好きの人多いから、アニメ大企画やってほしい。アニメ大まあまあやってるけどね。そうなの、アメトークしよう。アメトーク、店長陣集めて。アニトークアニトーク。え、アニメ好きな店長って他います。え、結構いますよ、おそらく。ほんま、私あのこの間寝屋川市駅行った時に、はい、そのみんながあの、ね、てゴブリンって言ってる副主任が、はい、なんかアニメ好きの店長とかなんかお店やりなんか働きたい言うてて、はい、真っ先に頭浮かんだのがあのペヤングさんやったんですけど。僕は好きですよ。そうだから他いてたのかなと思って。いや結構いると思いますよ、隠してるだけでしょ、みんな。そうなのかな、やっぱり年齢的に。来年はキレとインター合併するから、ペヤングどこ行くんかな。あれ、僕がどっか行く。初めて聞いた、安定のペヤング。朝まで打っといていてね、ペヤング残念です。めちゃくちゃ面白いですよね、やっぱ海物語。そうですね、ようできてますね。ということでアンケート結果は、81% で田島さんおめでとうございます。おかしいですか。両方でしょ。いやいや、おめでとうございます。おめでとうございます。いやもう圧倒的やで、 81% やで。何を根拠として僕なんかが聞きたい、それは、ね、え、弁蔵と村井監督の隣でアニトークしてほしい。弁蔵と村井店長はね、村井店長と奥村さんは喋り出したら多分もうピーばっかりやで。いや本当にね。、うん、僕がついていけなくなりますからね。ワリちゃん、かわいい。あ、その横で一人でアニトークってこと。本気なやつやん。僕本気なやつやん。ゲーム好きな店長は多いけどね、アニメ好きな店長他おるかな。おったかな、なんか心当たりある、ペヤングさん。アニメのトークする店長でもそう、なんか東大阪の木本店長。そうか、アニメ好きですね。あの人ゲームも好きやもんね。はい、僕より詳しいですよ、おそらく。あ、そうか、はい、忘れてた。あと誰や、誰おる、誰がいますかね。あとだってニキさんもね、そんなアニメ興味ないし。いや全然興味ないです ね、ほんまに顔だけっすわ。何を根拠にペヤングかって。面白いからやろ。面白い。うざさ。ペヤング人気もんって言われた。いやいや、ちょっとね、そういうところの人気を取ってしまうと、うん、主任の立場がないじゃないですか。いやいやいや、勝負で負ける。主任は主任で。じゃあこれね、今日勝負に負ける。あの最後の辛い罰ゲームできひん、落ちないみたいな。どっか行ったで、ハリさん。まだやってないの。まだ終わってないの、これ。今ね、お湯入れるわ。来た店長、まだ打ってるんですか。来た。これ、ハレさんどうする、火薬入れた方がいい。もう入れんでいい。火薬入れといてください。入れるんやん。火薬入れる。あかや。さあ、行こう。ね、マルカ食品さんの、ペヤング焼きそば、激辛マックスエンド。ちょっと言葉だけ聞いてもらっていいですか。ペヤングともぐん。お茶をして。桜餅。ああ、一番普通のやつやね。鳴らしてください。言うてんで。じゃあ、お湯沸いたんで、ちょっと入れときます。S のとこで押す。当たってる。当たったら罰ゲームなんでね。うん、まあまあ、もうあの圧倒的でペヤングさん罰ゲーム決まりました。あ、そうなんですか。はい、81%。でも彼氏ね、よく思っといてほしいね。勝負で負ける、罰ゲームできひん、落ちないよ。はい。あ、はい。でも今日ニコ生って基本的にテンションのためですかね。僕は添えるだけ、黒子さん。
黒子さん僕は。うまいことで。じゃあハレさんこれできたら作ってもらっていい？今お湯入れてるんでこれ。あ、ほんでラウンド回しといていいってこと？いいよ。助かる。いやめちゃめちゃ面白いなやっぱり。すごい当たったね。これ2個分入れたらどうなんやろな。あ、ソースでもこの間ニキさんが、うん、あのヤオでソース2個入れたらめちゃめちゃなんか辛い言うてた。いやもったいないやんそれ。1個食べれへんくなるやんか。そうやな、うん、そうだよね。食べ物をそばするのだけやんよ。ペヤングを食べることがハレさん。あ、てか僕が食べるんちゃうっすよ、ね、いや、そうそう、まあ、何言ってる今思ったらね。そう焦った僕食べるつもりやったわうっかり。あのカメラも映ってないし、ね、そんなポーズしてても今お湯入れましたんで。いやてか3分測ってない、もういいかな。いやちょっと固めちょっとじゃないかだいぶ固め。でも誰だっけな、はい、白石店長が固め好き言うてね、あのどん兵衛も3分待たんと1分ぐらいで食べてた。やばっ。どん兵衛に関して言えば、うん、あの5分じゃないですか普通に。なんか3分と5分のやつありますね、はい、あれ長い方が生麺に近づくんですよ。あ、そうなんや、はい、さすがグルメハレ。いやほんまにおすすめは8分。8分お腹空いてる状態で8分待てるなら絶対8分の方がうまい。お湯にデスソース入れよう。お湯デスソース。じゃあ絶対完食やな。じゃあ入れよう、唇まで痛まるもん。いやそれ食ったことある。ペヤング歌わんとってって言われた。バレてた。めっちゃ聞こえへんぐらいで歌ってたけど素晴らしい人いますね。今日5回目ぐらいコメントもだね。その今気づいた人めちゃめちゃ素晴らしいですね。めっちゃ聞いてたんやろね多分ね。歌わんとってって言われた。もう全然聞こえへんぐらいの声で歌ってたけど。その味でギガモックス。もういいっすかね。いいんじゃ。ペヤングは前ペヤングめっちゃ食べたもんね。今からしようかって。あの前食べたんで、うん、ハレッシュにやったことないんやったら一回やった方がいいっすよ。いや僕もこれ僕も食べますから。何回も食べたことあるっすわ。絶対嘘やん。美味しかったな。でもあれ1年前やもんね。ちょうどあのどん兵衛、どん兵衛っていうかあのペヤングやった、はい、あれもうやばかったっすよね。次の日がやばかった。そう、あの時一緒に出てた方がちょっと調子悪くてね、あの食べれへんかったもんね。いや胃の調子悪い、ね、なんとか監督でしょ。そうそうそう、なんとか。まあまあ村岡さんね、はい、元気してんのかな。相変わらずイケメンですけどね。もう1年か早いなーってね。ほんまやで。じゃあソース入れて、はい、作ってあげてください。さあ行こうマリンちゃん一緒に。あの時5個食べたんだよね。 5.5 個やね。いやもうね僕限界ですからね。1時間で何個食べれるかってやったもんね。すごいな、はい、いやもうもっといけると思ってたけどほんまに無理やった。しかも次の日会議やったしね。そうそうそう。めっちゃお腹痛いし。パンパンになってた。いやでもそう考えたら今痩せたね。そうですね。去年のあのキリウリ割りのね、あの見てもらったらほんと全然違うと思うわ。え、これ人が死ぬ色してる。赤いね、赤いでしょ。一口でどうぞ。どん兵衛のうどんの美味しい食べ方は、あ、10分が一番いいよ。いやそうなんですよ、ほんまに。伸ばせば伸ばすほどいいんや。ほんまにそう。あのペヤングがあったからこそ痩せれたんだぞ。え、そうなんすか。デブエットしなよって言われた。デブエット。デブエット。多分まあでもこの1年ぐらいでそのダイエットというかちゃんと成功したほんまあの豊中みなみのね奥村さんは肉体改造したし、これ田島さんもやし、これ桜舞う今宵に、はい、あなたの願いを。あーいいなマリンちゃん今日も今日もなんかさ さあ一緒に行きましょう。この S のとこで押す。よ, しよしってなんなん。よし今日 S ってなんなんしかも。キーストーリーってボタンに書いてあるんですよここに。あ、そうなんや。ここの頭文字の真ん中の S のところで押すのがおすすめ。うわー赤。じゃあ田島さんにあれやな、食べてもらおうか。じゃあ食べながらエンディングしましょうか今日ね。そうですね、はい、はい、くさ。お待たせいたしました。めちゃめちゃ臭いけど。お待たせしました。この匂いあなたに届け。ハリさんもそこおる？こっちカメラ映ってるから。いや僕いいっすよ。なんでやで。黒子さんなんで僕。映る？チラス。いいから食え。いただいてよろしいですか。はい、じゃあ美味しく召し上がってください。ピーチ。おお、あれこれ魚群来る？いや来ないです。来ない。あの触り方腹立つわ。なんだあの。いや後でちゃんと場面拭いとくっす。全部だ。この匂いあなたに届け。よし。ショック。僕もショック。
じゃあペヤングさんね、2018年最後ということなんで、キレウリはリンタ、インターじゃ、インターじゃない、インター言うた。裏切り者、営業妨害や、裏切り者め、営業妨害や。キレウリは利点、はい。それではいただきます。いってらっしゃい。いや、ほんまは、ほんまはな、今日ちょっとミキさんのあれやったからな。あっどこ行っためっちゃ食べるよ。あかん、あかん出てる あかん出てる、痛い。どっか行ったそんなんやるシャー言うてんねん食べるんやいってらっしゃい。ハレさん、ほんまのリアクション、なんかハレさんが食べたグルメ番組に見えんのなぜやろすっげえこれやめてうわっ、あの遠くで、遠くで辛い、ちょっとお水、お水どうぞ、もうええわもういや、うちの彼氏にいるわ、痛っ、これ口痛っ、これ飲んでいいんすか。あ、いいよ、あげるあげる。うちの彼氏にはん、食べ物残さないで有名なんで。なんか谷間さん、一気に髪の毛薄なった、大丈夫めちゃめちゃ辛かったもんなんかそっち二人だらんだろ、もうハレさんが乳製品だもんだって、そうそうそう、あの紅茶かなんか飲んでね、牛乳かなんか。僕ブドウアレルギーないな。あ、じゃあやめときネット入れたろか、ネット。いったー、もうなんかめっちゃ食ってるハレさん、辛いうて食べとるこれね、まいまい、今明日の現状ちょっと LINE します。あ、ほんまやね、ちゃんと食べてな、それ一回。ペヤングハゲたって言われてる。めちゃめちゃ辛いですよ、もう一気に抜ける。いや、これやばいな。辛さで髪の毛そんななるんか。ほんまに人の食べ物なんですか。まあ一応マルカ食品さんがね、お作りになられたもんなんで、まあ多分もう人類、まあ今のね、多分焼きそば史上一番辛いような気はしますけど。お前淡々と打つなや。いや、おもろいからやっぱり。はい。辛い。共食いや、お尻痛なるやつやな。いや、ほんとね、言い荒れるから皆さん、辛すぎんのも気ぃつけてね、食べるときは。痛いもん、口もずっと。はい、ということで、このチャンネルはね、明日が、淀川4店舗合同ということで、明日はまた設定カンパのね、放送になります。G1、ダービークラブの、設定カンパをするそうなので、明日ぜひ淀川集結、またお楽しみにいただけたらと思います。明日も綺麗売り割れてんから。やらへんやろ。来た来た来た、え、来たよ、来た、タッチするわ。うん、して。あいや、マジかね、これ。涙目になってきた。涙目。でも食べてしまう、ハレさん。当たった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 、え、当たった、最後に時短に落ちて1回手目で、はい、時短時短、夜桜全回転をお届けします最後じゃあそれで締めようかどんなんや、最後に皆さんに夜桜全回転を提供します。そうですね、じゃあこれでお別れしましょうか。じゃあまあ田島店長ね、またタイミングが合えば八尾の方にも、あ、ちょっと前々ちょっと今夜桜全回転中、お前しばくぞほんま一人で朝までウッドギーターで、いや、やばないですか、これ。まあ、全回転で、ね。ほら、オーレイもね。S で押してください。S 今日の覚えて帰ってもらうポイントはあれやね。S で。S の C ストーリーって書いてあるんで、そこの S のところ押してください。あ、なるほど。C ストーリーのストーリーの方の S です。はい、C の方じゃないね。C の方ではない。はい。あれさん、死んでもうた。めっちゃいい終わり方ですよ、でもこれ。もうそれどころちゃう、ハレさん。はい、ということで、はい、まあよかったらね、また田島さんも、八尾の方にも遊びに来てあげてください。ぜひともね、行かせていただこうと思ってます。まあ八尾もね、12月、オープン月ということなんで、
まあね、いろいろまたやるんじゃないかなと。そうですね、この告知にもあの聞きたいなということを言われたんで、そうですね、まあ、パンダ店長の代わりね、はい、八尾大志道店はね、はい、12月の29日かな、はい、にグランドオープンしたお店になりますんでね、はい、ぜひまた、ぜひとも12月29日は綺麗売り割れ店へ裏切った最後に一番最初最後に裏切った綺麗売り割れ店海物語多数設置しておりますぜひ駅近なんでね、はい、遊びに来てください。ぜひともマリンちゃんに会いに来てください。マリンちゃんね、はい、まあ、あのお隣は綺麗売り割りインターテンもありますんで。いや、え、もしかしたらなかったかもしれない。あるあるあれ、マスタギさん見てるで多分分からんけどあれ綺麗売り割り豊中インターの間違えちゃいます、はい、それ別館って言われる、はい、ということで、じゃあね、経営コーナーチャンネル今日はこんな感じで終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。それではさよなら。あなただけの田島ですはい、行きます。